さん、ありがとう。楽しみ、楽しみにしててください。こんばんは。お疲れ様、ありがとう。みゆはね、朝5時起きじゃない方でした。かっちゃんさん、泉さん、ありがとうございます。私は遅い組でした。夜遅い組。笑顔かわいい、嬉しい。やった。ゆうさん、すなさん、ありがとうございます。よく寝れた。うん、よく寝た、よく寝ました。あんま記憶ないけど、寝たのか寝てないのかが記憶がない。布団の中から絶対寝るじゃん、エモヤンさん。絶対寝るよそれ。幻さん、はるかちゃん、ありがとう。西くん、ありがとう。大吉さん、ありがとうございます。ちちちちちち、いいね、5連休。ちちちち、お疲れ。ちちちちち、はみ出しっこさん、ありがとうございます。明日も、あ、5連休最終日なの。じゃあ明日から頑張りましょう、一緒に。みずみんの名前と17期の話出てる。え、マジですか。何の話ですか。じゅんたろうさん、ありがとうございます。明日もあるので全体撮影が、頑張ります。お、あんずちゃん、よかった。テスト頑張ってね。え、てっぺいさん、嬉しい。また来てね、すぐ。はるはるさん、ありがとう。やとさん、こんばんは。さおとめさん、はじめまして。もえぴーさん、ありがとう。お、テスト頑張ってね。一目惚れしました、嬉しい。おはぎさん、嬉しい、本当。また会いに来てください。初めてみずみの配信見に来れた。ええー、よかった。みずみん、オーラがすごい。え、会ったことあるってことですか。もえぴーさん、大輔さん、ありがとうございます。あ、そう、生写真発売中です。今はあのファーストラビットの時の武道館ので着させていただいた時の衣装で撮ってます。え、ひろとさん、嬉しい。本当、なんか違った、いつもと。嬉しい。こんばんは。アクスタもそう、アクスタと生写真が同じ日に締め切りかな。だからぜひ皆さん、よければよろしくお願いします。今回の生写真は結構よく写ったんじゃないかと思います。オーラ？オーラ放ってますか、私。アクスタ買っちゃった、嬉しい、ありがとう。自信あったの？あ、4番さん、ヤッホー。アクスタ買います、嬉しい、ありがとうございます。綺麗になった気がする。え？髪やってもらったからです、多分。嘘？綺麗に、え、嬉しいです、嬉しい。あ、今日七瀬さんとお会いして、お会いしました。安定の回数ですね、ありがとうございます。さくちゃんだ、こんばんは。こんばんは。
千本桜さんありがとう。若さんも嬉しい。あーなんだっけ、なんか話そうと思ったや。かゆかゆ、めっちゃニット着てたらかゆ。やっぱみニットダメだ、ニットダメだな、めっちゃかゆい。壁暗い、え、なんか電気が暗いかも。電気が徐々に徐々に暗くなってってる気がするんですよ。なんだ、なんか話そうと思ったんですよね。なんだっけ、何話そうとしたんだっけ。え、何だったっけ、何話そうとしたんだっけ。あ、そう、千葉県に行ったんです。競りにつまずいた話言うな、多分知らない人多い。千葉県に行ったんです。久しぶりに海を見ました。海を久しぶりに見て、あ、海だってなりました。千葉はりょうぽんさんありがとう。転ばなくてよかったね。え、バレてるバレてた。そう、マジで転ばなくてよかった。千葉はすすき畑みたいなのがいっぱいあって、なんか、あ、地元と同じだと思いました。すすきって知ってる、みんな。すすき、すすきって、そう、すすき畑、すすきすすきです。すすきのじゃない、すすきですめっちゃね、あ、地元かも、地元っぽいって思いました。なんか田んぼとかいっぱいある。おささんありがとう。すきゆきちゃんだ。ここで言っていいのかわかんないけど、いや、やめとこお話し会、お話し会でいいよ、めっちゃ伝えたい。すき畑じゃないよすすきがいっぱい咲いてて、車社会で、なんかちょっとね、あ、地元のあそこに似てるなーっていうのがいっぱいありました。あ、セリナちゃんありがとう、ハート。ユキユさんにね、ちょっと伝えたいことがあったんですけど、それは個人的なのでお話し会の時に伝えます。山岡屋を久しぶりに見ました。東京ってある？山岡屋行ったことはないです。伝えたいことが何？ケンケンさん今言って。東京にもある、気になる。2月に話しましょう。話そうある。なんかでも、なんか店舗、一軒家っていうんですか、一軒家の山岡屋を見て、お、地元のあそこに似てると思った行ったことはない、私まだね、家系ラーメンみたいなの食べたことないです。やすさん神ありがとうございます。美味しいの山岡屋ラーメン。そう、ラーメン屋さんです。こってりラーメン屋、ドライブコースいいね。あの辺走ってるんですね。じゃあ今度道路に立って待ってようかな。家系とはちょっと違う。あ、そうなの？山岡屋って家系じゃないんですか？
なんか友達が納豆の匂いがするって言ってた。どうなんですかそれは。美咲さんほらありがとうございます。引いちゃうよ。いいよ何ラーメンよりつけ麺食べたことないです。てるてるさん、てるさんありがとうございます。なんとなくわかる。あ、そうなんだ。豚骨ラーメンもね食べたことないんですよ私。もみじまんじゅうあげます。え、待ってる。ジョータさんいいね広島。え、今日広島行きたいって話し、アイちゃんとしてた。今日はずっとバスもアイちゃんと隣で、そう、アイちゃんと言いました。アイちゃんとどこ旅行行きたいって話とかしてました。あ、ルナちゃん、え、嬉しい、可愛かったってありがとう。広島は九州です。知ってます、わかりますメキシカンサンタさんありがとうございます。富士京さんもありがとう。何の話してたっけ。そう、私が今行きたい旅行スポットは広島、福岡、うーん、大阪とか。え、あのさ、爽やかのハンバーグがあるってところ。あれ広島九州じゃないの。あれあれ九州じゃないの広島。あれ中国なのえ、違うんですか。中国、中国地方なんてあったっけ。あれれれ、爽やか食べたい。あれもう本当にチリが苦手なんですよ。私チリの勉強した覚えないんですよ。まあ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 、そうそうそう、そこら辺に行きたいです。地理は中学 1,2 年ぐらいしかやってないです。そう、そこに行きたい。え、あとうどん美味しいとこ香川か、香川も行きたい。うどん食べたい。日本地図は描けるよ。さすがに描けます。四国は愛知とか愛媛か。あ、ニキさんありがとうございます。香川とかいっぱいありがとう違うの？愛知は名古屋。うん？ない、名古屋。名古屋、愛知って名古屋。名古屋は名古屋で、名古屋は愛知。四国。四国。四国はなんかこういう形だよね。四国ってこういう形。下の海に囲まれてる。あれこんな感じじゃない？え、こんなんだよね。ゆうさんありがとうございます。ちちちちちち。あれ違うの？こんな形じゃなかったっけ？北海道があって。ここが本州、ここに、ここに福岡とか広島とかが
あ、セリナちゃん、カツンさんありがとうございます。チチチチチで、ここに四国。合ってるよね。あれ合ってる、合ってるよね。まあ、でも行きたいんです。そう、あれ広島はここじゃないの。あれあれ、あ、なんだっけ、小学校の時の先生のね、地元広島じゃない、あれ鹿児島え、鹿児島、広島、いや広島だよ、先生の地元。ささみさんありがとうございます。広島、喋らないでって、喋らなかったらもう配信できないんで、でももみじまんじゅうは広島。食べ物でしか覚えれない人、食べ物でだったら覚えれる。愛媛はみかん、りんごは青森、桃は山梨、ぶどう山梨、うどんは香川で、広島はもみじまんじゅうと、あとお好み焼き。兵庫は551だっけ、なんかホテちゃんが言ってた。あと広島には、ああれ神戸、兵庫には神戸だから神戸ドーナツがある。大阪はたこ焼き、東京はもんじゃ焼き。北海道はジンギスカンとか。宮崎はマンゴー。え、覚えてる覚えてるあ、ジョータさんありがとうございます。島根鳥取砂丘、ん、それ鳥取だあれあれ島根鳥取砂丘、あ、鳥取って言ってるじゃんなんで似てるんだもん、島と鳥もうやめよう、地理わかんない、勉強します。富山はおそば、はるはるさんありがとう。怒られる、怒らないでください。勉強不足なんです。バカにしてるわけじゃない。あ、ブラックラーメン知ってる。まあ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 。薬、あ、知ってる、あのハルピョンさんのあれ見ました、テレビでなんか薬のとこ行ってた、薬のやつ行ってました、見ました。ミヤヒーさんありがとうございます。で山形はあの牛食べました、山形の牛、あとさくらんぼと、コッツウォルズさんありがとうございます。
そう、連れてってくれないと覚えれない。誰か連れてって誰か連れてって。砂糖錦、砂糖錦大好き、美味しいよね。さおとめさん、フォローありがとうございます。連れて行きたい、嬉しい。連れてってたくさん案内してください。ツアー、ツアー、じゅえい、あの研究所でやるには5000人くらい行かないと無理ですよ。なんもないで案内したの。ヤスさんありがとうございます。ちち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 、運営さえ良ければ連れて行ってくれる人はたくさんいると思う。多分ダメですね。きっといつになってもその許可は下りないはず。クローバーさんありがとうございます。あ、いつもエールもありがとう。連れてって。みずみと旅行してもグルメツアーにしかならなそう。そうだよ。ソロでツアー絶対無理。たけしさんありがとうございます。ヒッチハイク怖いよ。西くんありがとう。チアレターはあの私のなんて言ったらいいんだろう。チアレターは皆さんの画面は分かんないんですけど、あのイベントの広告のところをタップしてメンバー選択で私のところを押せば出てきます。行きたいな。とりあえず爽やかが食べたい。私ずっと爽やかが食べたくて。食べたことありますか。キラキラボイスさんありがとうございます。エールぜひお願いします。いきなりじゃなくて食べたい。さ、食べたい。てか最近ねびっくりドンキーもさ東京あんまり見ないからびっくりドンキーも行けてないし、ハンバーグが今食べたい。たくまんちゃん嬉しい、ありがとう。2個もびっくりドンキー行きたい。東京あるらしいけどわかんない。チーズフォンデュのハンバーグ好きそう。好きだよ、よく知ってるね。ちょっとみゆの食の好み分かってきたんじゃないですか、やすさん。55ありがとうございます。広島は中国地方。手作りしてた冷凍したハンバーグはめちゃくちゃ前に食べた。でもまだパンケーキは残ってる。はるはるさんありがとうございます。あのパンケーキマジでなくなんないんだけど。リクウムさんフォローありがとうございます。中国地方はここら辺に本州があったらこの辺端の方。パンケーキね。あ、いちごさんお疲れ様。あれなくなんないんだがあれなくならないんだが。今日のおさらい、そう、広島は九州じゃない。肉梅さんよろしくお願いします。こちらこそお願いします。
大人っぽい？あんま言われないから嬉しいです。大人っぽいだってみんな。みー大人っぽいらしいよ。すっごい埋まるね指。こんな埋まることある？しかもあと残るんだけど。むくんでるってこと？ほらあと残る。これむくんでるの？最初はって何はるかちゃん。色気ました。え？色気ました？え？ちょっと出てんじゃない？色気。ブンブン。なんでだろう。わかんないや。あれかも。口移しのチョコレートでいっぱい動画見たからかな。一瞬にしている気消えたんだか。おいおいおい、身長伸びてないです。見た目は大人ねえ。中身は声の時お姉さん見える。お姉さんなので。みずみジョータさん酔ってるもしかして。なーに。色気出てるなんて。もう今年二十歳なんでね、そりゃ出ますよ。二十歳です。髪の毛染めるなら今はあんまり染めたいとか思わないけど、染めるんだったらもうちょっと明るくしたい。明るい薄い茶色とか。あ58分ありがとう。ランキング見ます。15位ガミさんありがとうございます。14位アニーちゃんありがとうございます。13位サトシックスさんありがとうございます。12位ネバネバダメコさんありがとうございます。言えなかった。11位まぼろしさんありがとうございます。10位メキシカンサンタさんありがとうございます。9位ウルちゃんありがとうございます。8位ニシ君ありがとうございます。7位カッツンさんありがとうございます。6位キラキラ星さんありがとうございます。5位ヤスさんありがとうございます。4位萌えピーさんありがとうございます。3位ジョータさんありがとうございます。2位大輔さんありがとうございます。1位はニキさんありがとうございました。昨日の公演嬉しかった。見つけられて手振ってくれて嬉しかった。ありがとうございました。ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。ん、明日から月曜日、明日からまたお仕事頑張ってください。学校もテスト週間頑張ってください。私も明日も頑張ります。ということでじゃんけんグー、今日はグーです。おやすみすみ。バイバイ。おやすみ。みんないっぱい食べるんだよ。ちゃんといっぱい食べていっぱい寝るんだよ。バイバイ。あ、1833人の皆さんありがとうございました。早く寝ろよ。うん、考えとく。バイバイ。寝ます、寝ます。公演の MC で言っちゃったので早く寝ます。おやすみ。あ、12時になった。バイバイ、切るね。